とう。たくさん友達作ってきてね、ラッパー。見てください、トリケラトプスという名前には3本の角を持った顔という意味が込められているんです。あの大きくて長い角で凶暴な肉食恐竜から大切な仲間を守ったと言われています。なので皆さん、あの大きな角には触らないように気をつけてね。今ね、この赤ちゃん約60センチなの。赤ちゃんは一体何を食べてあんなにママみたいに大きくなると思う？正解は草です。草を食べてこんなに大きくなるんだよ。すごいよね。あとで草を食べる仕草も観察してみてね。ママが赤ちゃんに会いに来てくれました。ママ、よかったね。Sabe, não?